楽器とか見たことないような楽器が紹介される。普段楽器とは呼ばれてないものを
が多数です。昨日みたいにちょっとそろばんが出てきてもちょっとこう困るようなものがあります。そうですね、まあそういうものもありちゃんとした音が出るものもあり、はい、メロディーもなんかない謎の何かもあり、いろいろありカオスです。結局カオスなんです。そうですよ、いろいろありますね。その後14時、2時から2時20分頃から大競争。あ、その前にね、その前に何これ1980分、これ僕出るんですが、まだ発売されてない新しい楽器を紹介します。新しい楽器を見れる。で、次大競争。大競争はね、もうニコニコの最強ロックバンド。最強ロックバンド、なるほど、楽しみです。はい、で、マツケンさん、マツケン先生のこの方はですね、あ、違う、そっちじゃない、名前を同じだけど、似てるところが同じだけど、彼はですね、ニコニコ最古の演奏してみた動画を上げた人なんです。素晴らしいですよね。はい、で、東京エクスプレスは僕らもですね、はい、爆音ジャズっていうジャンルで、いろいろボカロのやっとこうとか、いろいろバンドやると思います。で、その後にニコニコ大合奏っていうので、MOK のオーケストラと一緒に僕らも一緒に演奏して、で、このね、演奏してみたのに、はい、はい、で、最後に蝶を合わせてみた。で、これはこの会場を演奏してみたと、踊ってみたと歌ってみたが一緒に同じ曲をやるっていう企画ですね。離れてるのにこれ一緒にやるってことですよね、うん、すごい企画ですよ。はい、ありがとうございます。ではここでちょっとものから何の意味ですか。まずは客席にいる皆さん、もう 2歩ステージの前に来てください。で、後ろが空いたら、今柵の外にいる皆さん、結構通路が危ない状態になってるんで中に入ってください。まだまだ余地があります。見れる、ちょっと通路の柵の外がやばい状態になってるんで、今言ったように柵内の方は入る、柵の外の方は中に入るっていう形でやってください。ご協力よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、それでは早速参りましょう。参りましょうか。後ろもうスタンバイしております。一番最初この方のサプライズロックの皆さんの演奏で始めさせていただきますよ。それでは準備は皆さんよろしいですか。よろしいですか。
1, 2, 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 1